いちごをたっぷり使ったオムケーキに、あんとバターが詰まった分厚いどら焼きも。こちら大丸札幌店でしか手に入らない限定スイーツがずらりと並んでいます。限定と聞くとワクワクします。明日から大丸札幌店で始まるイベント、プレミアムスイーツ。17の有名店が新たに手掛けたスイーツが期間限定で販売されます。私たちもそうですけれども、ブランドさんも苦しい思いをしてきたと思われます、もうその思いを胸に今回ぜひということで協力してやっていただきました。こちらはルタオで大人気のチーズケーキ、ドゥーブルフロマージュに余一産のぶどう、ナイアガラのジュースを合わせた今しか食べられない一品です。このナイアガラのぶどうの香りがふわっとこの下の層からぐっときた感じがしました。で、上の層の部分はですね、ミルク系の感じでうまくマッチしてますね。このミックスはこれ想像の皆さん超えてますね。白い恋人でおなじみの石屋製菓が1年をかけて商品開発したのがこちら、フランボワーズのジャムや柚子のマーマレードを包み込んだ一口サイズのタルトです。表面サクッと、でも中がしっとりしてて、やっぱりなんといってもね、このアクセントに柚子の香りですよ。爽やかな感じがですね、この一口食べて、いやもう一口いかせてくれと、そのような感じで畳みかけてきますね。大丸札幌店でしか買えない数量限定のこちらの商品。味だけではなく、宝石箱をイメージしたパッケージにもこだわったそうです。やっぱりお菓子は美味しいだけじゃなくて、可愛くないとなかなか手に取ってもらえないので気合を入れました。新しいお土産として使っていただけると、個包装で配りやすくもなっているので、ぜひご利用いただければと思います。今週末から始まるゴールデンウィーク。新型コロナの制限緩和で帰省や観光客の増加が予想されることから、メーカーやデパートはお土産需要に期待を寄せています。出張だったり帰省だったりでいろんなお客様が飛び交うゴールデンウィークになるかなと思われますので、お土産の一つとしてでもいいですし、美味しかったと思われるゴールデンウィークにしていただきたいな。人気店が手掛けたこだわりの絶品スイーツが楽しめるこのイベント。明日から来月9日まで大丸札幌店の地下1階で行われます。